はじめまして、丸山あかねと言います。アイドルグループ7分の22のメンバーです。7分の22のことはご存知ですよね。本来は円周率 π の近似値であり、無限に続く数値で、とても美しい数学的性質を持っています。アイドルとしてはかなり変わったこの名称がどうして与えられたのか不明ですが、私はとても気に入っています。将来有望なこのグループにふさわしいと思いますから。すみません、私の自己紹介でしたね。出身地は北海道で、9月8日生まれの16歳です。身長は160センチで、体重は…それは言わなくてもいいのですか？自己紹介ですから、私のスペックをすべて開示すべきかと思ったのですが…そうですか。では、体重は非公開で。性格は、合理的で真面目だとよく言われます。アイドルらしくなく、面白みのない性格かもしれません。芸能界でのお仕事はとかくルーズになりがちですので、これくらいでいいと思っています。そうですね、私は合理的で整然とした物事が好きです。規則性のある数列のように。ですから数学が一番好きです。世の中のすべては数理モデル、数字によって論理的に説明できます。もちろん私自身も、それに7分の22のことも全て数字に置き換えることは可能で、もう少しアイドルらしい自己紹介の方がいい？わかりました。では趣味の話でもしましょうか。コレクションと言えるほどではありませんが、入浴剤を集めるのは好きです。色や香りが楽しめるだけでなく、健康や美容に効果もあり、実益も得られてとても合理的です。ヒーリング系の曲はよく聴きます。聴いていると脳波にアルファ波が出るタイプの曲ですね。同じ理由でネイチャー系のドキュメンタリーも好きです。特に内容などの映像はよく見ます。自然界には一定の法則性がありますから、それを想像すると非常に気分が落ち着きます。それに何と言っても南洋といえばガラパゴス諸島、あのダーウィン進化論の聖地として有名ですね。そこには世界唯一の固有種であるガラパゴスミイグアナが生息しているのです。ご存知ですか？トカゲなのに水中での活動に適応し、魚のように優美に泳ぐという非常に希少な生き物です。その姿もさることながら、環境に適応し自らを変化させて生き延びてきたことが何よりも素晴らしいと思います。適者生存、すなわち唯一生き残るものは変化できるものである、その理論を体現した生き物なのですから、私もその理論を体現し、アイドルとして生き残りたいと思っています。すみません、やはりアイドルらしくありませんか？私もまだまだ適応が足りませんね。こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。以上、丸山あかねでした。この間の小テスト結果張り出されとるで。どれどれ、うちの名前は、やった、成績上がってるわ。赤点ラインはなんとかクリアや。私も、はあ、よかった。また赤点取ったらどうしようって思ってたし。見て見て、ツボも赤点じゃなかったんだけど。これは上がるわ。うわ、
パスできた分、しっかりとライブのレッスンしなきゃだし。せやな。ほな先生、うちら行くわ。先生、どうしました？あ、これですか。次のテストのために今回の結果をまとめているところです。なんだかんだで期末テストまで時間がありませんから。それにこれは私のものではありません。河野さんと戸田さん、そして柊木さんのための勉強方法の指針作りです。データを扱うのが得意な私がこういうものを用意すれば、河野さんたちも効率的に学習できるはずですから。別にお礼を言われるほどでは、あくまでも合理的な判断です。みんながレッスンの時間を増やしてくれれば私にとってもメリットがありますから。ですが一つ問題があります。3人のために期末の対策資料を作るのはいいのですが、どう計算してもこのままでは私の勉強時間が。先生が手伝う？なるほど、それならメンバーの時間を奪わずに効率を上げられますね。ざっと計算しましたが、私の勉強時間も最低限は確保できそうです。あとは私が頑張るだけかと。では先生、すみませんがよろしくお願いします。今日はお付き合いありがとうございます。それでは河野さんたちのためのテスト対策集作成に取り掛かりましょう。河野さん、戸田さん、柊木さん、それぞれのテスト結果から苦手とする傾向をまとめてあります。それをもとに次のテスト範囲の要点をまとめたテキストを作成していこうと思います。先生は用意した参考書から条件に合った問題のサンプルを抽出してもらえますか？はい。河野さんはお笑い好きですから、例文や問題を定番のコント形式で説明しましょう。戸田さんは暗記が苦手なようですが好奇心は旺盛です。関連付けしたり意外性を強調する形で問題文を作成すればより理解しやすいと思います。そして柊木さんですが、直感力が高くて本質を理解できる人ですから、問題を解くためのコツさえつかめば。どうしました？まだ何もやっていません。ですが余裕はないものの問題はありません。では時間も無駄ですし作業を続けましょう。また成績上がったわ。今度は赤点ギリギリやないで。私も私も赤姉のおかげだよ。ありがとう。いえ、気にしないでください。その分ライブのレッスンをしっかりお願いします。もち、分かってるって。ツボ、こう見えても義理がないんだから。そうと決まれば早速次のライブに向けてレッスン開始や。とにかく私も満点が取れてよかったです。あの対策問題集の作成がある程度自分の復習になることは分かっていたので、計算通りといったところでしょうか。
合理的に振る舞えたのも全ては先生のおかげです。先生が手伝いを申し出てくれなければ今回の計画は成り立ちませんでした。私に先生という不確定要素が発生したおかげで導き出せた結果だと思います。あの先生、次も何かあれば頼っていいでしょうか？ありがとうございます。頼りにしていますね。